どうも A グループでーす。はい、ということで、はい、全員真っ黒なベンチコート姿でのオープニングになりましたが、はい、本日の企画はですね、あの渾身の春デートコーデ対決ということになっております。ナンバーワンコーデを決める多数完璧な時間だったよ。てる？ともにてる？怖い、やばい、怖い、男。ということで、まあ今日それぞれ着てきたコーデのポイントを説明してもらいながら、はい、その後多数決を取ってナンバーワンコーデを決めていこうという企画になっております。はい、さあ皆さん、自信のほどはということですけど。自信しかないね。すげえ、出た。前回おしゃれランキング、おしゃれ番長や。おしゃれ番長、A のおしゃれ番長。自信しかないですよ。僕は正直、まあこの企画聞いてもいつも通り来ました。今日はそんな決まることなく、いつも通り僕の好きな服装で来たので、それが一番。そうやんな、ありがとう。6位6位の、そうやなとか賛同会あったら不安になる。不安になる。間違えたかなって。じゃあ早速見てみましょう。はい、それでは小島くんお願いします。ダラーン。おー、はい、いつも通り。ほんまにほんまにいつも通り。古着が好きで、はい、もうこれ古着で買いました。これ気に入ってて、 NFL っていうあのアメフトのチームでした。そうで、まあこの、まあ、こう出すのも好きで、まあ、ベルトはどっちでもいいですよ。閉まってもいいし、出してもいいし、僕的にね。でパンツはこれでも古着じゃなくて、これは、あ、そうなん、これも気に入ってずっと履いてる。1年間ぐらいポイント、まあ締めれるんですよ、これ。これが俺的にだいぶ強くて、こうしたらこうダボるというか、下がたまる。このダボ感がたまらん。ダボってる感じめっちゃ好きっすわ。ダボるのやめた。さすがになったの。すぐやめた。そう、まあダボってる感じで、この靴は、これも大好きなんですけど、僕、コンバースのジャック・テイラーって言うんですけど、これはもう長ちゃんにもらったやつ。そう。で、サイズが 29.5。でかっ。でも僕、このスニーカーをデカバキするの大好き。ベタベタに。で、もう古着感あふれるように、もう黄ばみとか、今頑張って汚してってるところですね。デカバキでビタビタに紐締めたらかっこいいよ。そう。だからもうキツキツにしてみたいな感じで。そうですね、ほんまに古着屋に巡りますみたいな感じの。コーデですね。はい、いいな、お手本じゃない。なんかおしゃれカップルっていそうやね。あ、そうですね。僕もちょっと似てますけど、結構一番最近着てる服、お気に入りの服でございます。勝負服みたいなこと。勝負服というか、なんだろう、まあ流行りにすぐ乗っちゃうんで、じゃあ、では行っちゃっていいですか。うん。こうではこちらです。バラーン。はい。ありがとうございます。で、帽子もかぶっちゃって。はい、いいやん。これですね、最近僕が一番ハマってる。よみるな。はい。よみるな。ヤジがうるさい。よみるな。ヤジがうるさい。どういうところが気に入ってるの？まあ、セットアップですね。めちゃめちゃでかいんですよ。ゆるいな、ゆるめの。はい、ダボダボで言っても XXL とかやったんちゃうかな、これ。一番でかいやつで、ベルトこれ垂れてんのがお気に入りですね、僕の。小島と一緒やね、おそろや。ほんまや。でも俺ワンポイントついてますから。そのワンポイントにこだわるのがもう遅いんですよね。もう俺は作業感であふれてるから。で、温度の変化が激しいので、春は脱いでもいけるということで、こう入れてます。パナソニック T シャツに白のインナーを入れてます。スケーターって感じだね。そうですね、スケーターっすね。どうされちゃう。いや、バチバチしてる。いいと思う、なんかすごくなんか新しいスタイル見つけてんなと思って。めっちゃ上からや。リチャ君、カイセイにめっちゃ上からやな。前はもう流行りにしか行ってなかった。これ結構流行りやけど。ねえ、髪やけ。怖い、なんかあった。テーマはですね、ちょっとしたギャップです。ほう、ちょっとしたギャップ。普段のまさかととのってこと。そうです。早速見てもらいましょう。こちらです。こちらです。いいっすね。まさかとが思ったそのギャップ、ちょっとしたギャップ。どこ。いや、
いつもジーパンは履いて上着は着てるじゃないですか。ああそうね、うん、今回デニムを着て上着の部分を履いてみたんですよ。その逆にしたんですよ。どう得意かもな。いやいやいや、でもこれはちょっとな。ポイントはありますか？ミリタリーパンツ、うん、軍パンです。かっこいいね。かっこいいな、うん、これ、ね、ペイントがいいよな。ペイントこれどこ汚れてる。えぇ、汚れてる。これわからん。汚れてる。汚れてる。汚れてる。やばいな。かっこいい。欲しいもんこれだって。このでしょ、うん、これかっこいい。かっこいいでしょ。まさや欲しい？欲しくない。好みやから。あ、好みやから。欲しくないって。これでデート、もうおろしたてなんですよ、これ。初めて見たもんね。そうやろ、初めて見た。この生地もまたすごいんですよ。何がすごい？あの力食器っていう、その当時の昔のこの生地でしか折れないデニムなんですよ。すごい。もう今新しいミシンとかじゃこれは折れないんです。わ、すごい。どう？これ、すごない？古い。古いだけ。分かってないな。分かってないわ。分かってないわ。今のミシンの方がすごい。これを。分かってないわ。テーマは、末澤誠也です。俺、普段の俺。え、なるほどね。そんな決まってきてないと、このファッション。いや、こういう時に決まる方がダサいと思うね。あ、こういう時に決まる、こういう時に決まるってことは、うん、普段おしゃれできてないってことやから。なるほど。こういう時にしかね。こちらです。じゃじゃーん。おー、うわー、めっちゃ誠也くんよ。シンプルですね、あれと。もうほんままんます。黒や。普段のまんま。めっちゃ黒。シンプル、真っ黒。この真っ黒っすね、うん、真っ黒珍しいないですか、意外と。確かに最近、黒と白がめっちゃ多くなってきて、へー、色もあんまりこう、変わんくなってきて、うんうんうん、そう、黒が結構多くなってきてんけど、なんかまあ、チノパンすごい好きで、うん、最近よく買ってて、で、このチノパンは今後スタッツすげえ、ここへ売ってて、それがこうちょっとポイント。ほうほうほう。あんまこうガチャガチャしてない中でパンチの普通のチノパンやねんけど、このスタッツ売ってんのが個人的にすごい今気に入ってて履いてます。アクティブなこともできるし、全然その辺こうフラットデートもいけるっていう感じですね、僕は。隣歩きたいもんな。隣歩きたい。隣歩きたい。いいよいいよ。場所変わるか今日一日。いいよ。どう、よく歩いてみて。よく歩いてみて、どう。デート。マサヤがよく歩いてみたら、マサヤがよく歩いてみたら、うん、どう、マサヤどう、マサヤどう、セイヤ君の方でどう。黒い。いやもうそれ普通やね。あれもう一個ポイントあったわ。あのバッドボーイズフォーライフとか言ってないけど、なんか一生やんちゃでいたいみたいな。うわぁ、なんかそういうのもこう大人になって渋くなってもやんちゃな部分は残っていたいなみたいな。あ、なるほど、ね、感じありますね。まさにこれやんちゃな大人どう。怖い。お前もそれだけだと思うんだよ。今日全部それや。ポイントはちょっとラフな俺。あ、なるほど、いいですね。で、ちょっとなんか今風っていう感じよりもなんかおじさん風よりみたいな感じ。へぇ、えー、まずはにゃっ、にゃっ、にゃって言った。にゃって言った。あ、今ちゃん。これ2個。あ、あー、いいな。こういう感じ。あー、かっこええな。ちょっとワイドなパンツで、中もお城でシンプルにして、上ちょっと、なんか 今風なカーディガンっていうよりも、ちょっと古めの柄というか、で、質感とかも、ちょっと、柔らかいタオルみたいな。あの、そう、おじいちゃんが使ってるようなタオルで。おじいちゃんが使ってるタオルみたいな話変わってくる。で、作ったらしい。おじいちゃんのタオルで作ったらしい。わかってたよ。で、こういうなんかハンチングみたいなかぶっちゃって。ハンチング似合うのすごいと思う。すごいですね。前みんな被ってやってましたよね、裏で。あ、やったね。これ似合うってなりませんでしたっけ。なったら、あ、ちょっと一回被ってみてよ、それ。似合うって。後ろの帽子かぶって、うん、あ、そうか、そのまま帽子かぶってイメージないけどな。確かに、ハンチングめっちゃ似合う。すげえ、監督やないか。映画監督、監督やないか。テーマは、うん、佐野真彩です。そらそら、数の制約ある。一緒やん、俺勉強したな。佐野真彩です。下克上狙ってるからな、今日はな。普段は上下バラバラで着てるのを、今日はまあデートってこともあって、ちょっと背伸びしてセットアップ来ちゃったよっていうコンセプトで。セットアップそんなイメージないな。なるほどね。ということで、うん、僕の春デートコーデはこちらです。こんな格好
いや、表情もあるけど、なんかふざけてもいいこれ似合わせてやつよ。ここはだってな、誰でも似合うのお前、ちょっとやあはぁーエロいなエロそうなのこれ、脱げますおぉ、うん、飯食べるとき、うん、脱げる脱げるキラキラしてる、キラキラしてるキラキラしてるキラキラやさりげなくうんクスセそんな持ってなかった初めて見た初めてクスセルクスセルなんかつけへんやんおしゃれになってるやんなんかエロいエロい今ハンチハンチも関係ないやつエロいはいということでメンバーそれぞれのプレゼンが終わったということで、うん、ナンバーワンコーデを決める多数なにーそうだ完璧なのに感だねどういうこと春のおしゃれコーデ対決はダミー企画ですちょっと待ってダミー企画どういうことどういうこと今の服装で6人アイマスクをつけて椅子に座ります画鋲付き帽子をかぶり紐で吊るされた水風船を気配でかわしてもらいます緊急企画おしゃれ服を守れ気配水風船出たえぐない最悪やこれはマジでどういうことあ、そうやんえ、くさいなえ、ちょっと待ってえ、俺お前、濡れた方がいいこれしかないでお前、俺もお前、今日一着しかない生き残ったら勝ちます優しいそうやなその用の上やん水風船用意してもらいましたが、うん、ちょっとこれ量やばないですか、はい、やばい、量やばすぎるこれがどういう軌道で動いていくかを一回見てみて、うんうん、いや、まだやっていや、俺行くちょっと何練習させて行きますね、はい、うわぁうわぁこれどう避けていいか分からん痛っこれ多分今割れてる今割れてるなおこれどう避けていいか分からん痛っおこれどう避けていいか分からん痛っ避けていいか分からん痛っだから割れてるなむずいむずいあの嫌ですこんなん絶対分からへんやん濡れる以前に痛そうマジで確かにいやちょっと帽子を帽子かぶりますか逆にか恐ろしい帽子ねこれこの格好でバッドボーイズフォーライフめっちゃいきますやんちゃやなこのやんちゃやもんね守ってんなポリシーがそれでは皆様、はい、アイマスクを装着してください装着うわ、マジでうわ、真っ暗やんいいこれ水風船お願いしますおい、なにおい、はい避けたよ、俺多分避けたよ避けたよ、なに回ってるほんまに回ってるほんまに回ってるえ、こんなえ、なに怖いよどこなうわぁぁなに怖いよどこなうわぁぁどこなうわぁぁうわぁぁ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 ぁダサいって言われたお撮影から買った服セットアップセットアップまさか回すのこれ回すみたいですね脱落したんで怖いわみんなが気合い入れて着てきた服、うん、守り抜いてくださいそれではいきます3、2、1、ゴー、うん、何来てるほんまに来てる怖い どこ？ほんまに？なあ！ああ！ああ！
めちゃめちゃちょっと待って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 待なんで？え、ちょっとどこ？なんで？リプレイどうぞ。なあ、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 なあ。自分でこうやった。自分でこうやった。え？回してるの？回してないよ一個も。え？すごいみんな怖がってたけど一個回してないから。なんか中途半端に濡れたから。中途半端に濡れてる。中途半端に濡れたから濡れたくなっちゃったわ。心の準備いいですか？はい。はい。決勝戦正面これが第2回戦ラストです。はい。はい。いきます。ストップ。二。こっち回し。一。普通によるよな。ゴー。結構な勢いで大瀬くんに直撃したからこう向きでそのままビショッ。最近ずっと着てるやつが緑やからめっちゃ分かりやすい。いやすごい、ファイナルズムみたい。ダンスが見たいという声をいただいたようで、ジャニーズですから、うん、なんて言ったって、うんうんうん、見してへんかったね。ワン、ツー、スリー、フォ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 ー、スちょっとこれ怖すぎる。もう今月人間不信になりますわ。いやほんまにマジで。YouTube ってこんな怖いんやと思ったもん。ね、うん、怖いですね。ほんまに信じられへんな。お前のせいやな。お前の怖さでみんなもう飛んでんパリって。ということで皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録お願いします。